言言えば言うほどコニックスがお送りしますはいさあロシアはちょこっと離れてますよね、あのロシアは近くですけども、そのクリミアはちょこっと日本から離れてますが、すはい、それよりもうんと近いところの話、右の上にも3年3、台湾で学生たちが占拠していた話題がありましたが、えー、これね、 大陸側とのこの交渉、はいね、サービス貿易協定、はい、いうようなことがあって、学生たちがね、これに抗議して,、はい、抗議してますよというようなことでありました。で、この方のお便りですけども、まあ、数日前からネットで話題になっていたんですが、日本のマスコミで取り上げられるのはかなり遅れていますね。まあ、ちょこちょこはありましたけれども、さっきのクリミアとかなんかがね、はい、大きなスペースは取りますわね、どうしてもね。 変わってくるニュースかよ、ねうん、それまた国内のこう、うん、ごちゃごちゃしたことですし、はい、向こうはあの国の主権が侵されるということですからまあちょっと扱い方としては日本のニュースとしては向こうの方に行くでしょうけどもまあでもちょこちょこはねネット上では大きく取り上げているらしいということですね、はい、中国美育の上層部の一方的な中国との約束を国民が押し付けられて中国にの飲み込まれるかどうかの瀬戸際は強制的 に排除されていくようですが学生たちは自分たちの未来をきちんと考えた末の行動だったと思いますあ,あご学生支援のお便りです場 <laughs>、えー、相当の首も遠くないかもわかりませんね1919 19さんからもいただいておりますけれどもこのいわゆる行政院内まあ、国会のことですよね日本で言うとね <laughs> おそらくね、えー、突入した学生の一部は窓ガラスを破って建物に入って委員長執務室も一時占拠した2000人以上の 警察というあ、この人がなんかね、書いてありますけれども、はいあの、これはものすごいことですよね。そうううですすねね<の>、はいで、うん、日本いののはは、ね、行政院いうのは内閣ああたりま国会にあた 立法院という。そういうことか、ね。行政、はい、やから、やっぱり内閣やのね。はい。というようなこともありまして、まあ、これは難しい問題やと思いますけどもね、いわゆる台湾ができて以来の、台湾ができて以来のはどこまで遡るかということですが、<laughs> はい、地球上がまだドロドロであった頃、台湾というのが隆起したりとか、<laughs> かね、そんな,な,そんなことじゃないですよ台湾という、まあ、まあ、国と言っていいのかなと簡単に言うと、大臣世界大戦後というところから始まると、はい、日本があそこを収めていて、日本が、 出て、そして、蒋介石がやってきた時からの問題が、ここには多くずっと、こう、引き継がれているぞ、ということです。はい、で、まあ、この中国と、こう、一緒になっていろんなことをやるということに関しては、はい、台湾のこれからがどうなるということにも、今までも本当にこれが命題だったですね。蒋介、はい、石はまた中国に戻るぞ、というような意思で、あそこに一旦撤退してきたわけですからね。はい で、もともと台湾には台湾の人たちが住んでいた。うん、で、障害者がわーっとこっちに来た、はい。ここはしが収めるぞということですけども。は収、い、めるってどういうことか。いや、また大陸と一緒になるんや。うん、ということで。いや、まあ、台湾は台湾でえんとちゃうんかという昔からの人、はい。というのがあって、前提はこれだと思いますね。はい でもうちょっと直近で見るならば、こういうようなサービスを、これもまだから中国とどう結びついていくかというさっきのテーマにもつながるでしょうけれども、まあ経済、こと経済で言うならば台湾と中国の経済を見てみると、はい、まあ、 台湾も経済発達したところですけども<え>スケールメリットとかなんかといえば、はい、それはやっぱ大陸の方でしょうね。人口も多いしね。土地も広いしそういうところからするといろんなことをこう結んだりなんかしていくと台湾の企業というのはあっという間に中国にやられてしまうぞということうん、うん、でさらに言うならばこれやってるのは学生たちですからね、はい、学生たちはどういう意図で動いてるかさあ学校出て就職をしようとするときにこれから台湾中国が経済的にどんどんやられてしまう。 れば中国から安い労働力がだーっと来てしまって、はい、自分たちのこれを務めようとするところに全部入り込んでしまうそれ、はい、から台湾の企業も中国の大陸からの競争力でもって負けてしまうというようなことでうん、うん、このままでいいのかというそういう目先のことと根底に流れている台湾をこれからどうしていくんだと紹介石がやるようなあの思っていたようなことは我々は反対であるぞと。 いうようよな国民党のやり方には反対するぞという台湾古来古来というか戦後の台湾の思いの一つ二、ねはい、分していく中の一つ本省人としての気持ちと学生としての目先の就職活動どうしてくれるのかいい関係とかいうようなことやらというのがいろいろ混ざっての今の行動ではないかと思います。ゆく,く,じくる十字です

のまま秘密裏に振り回されているという部分でのからとごとのように聞こえたらあれですが私大体ああいうのは僕らの年代からすると学生の抗議活動抗議、ね、運動年代的にならば、はい、あ,あいなおが決してこう「おやってるな」なんとなく無条件で学生を応援したくなっちゃうような。なということがまあ僕のまずは、ね、基本スタンスありますが。<laughs> そして決してひと事ではないというのはこちら1 9 1 9んから台,台湾が大変なことになっておりますけども警察がねだーっと来てその警察もいろんな警察があるねえ、はい、あのなんと交通警察、えー、交通警察隊とかこの2000人以上の学生たちをわーっとやってるのはですね、えー、こうなんと あの、陳樹様の、陳樹様村の森の陳、はい、に、から暴力の暴しまあ暴力を鎮めるいうことなんとか警察というらしいんですけども、うん、これがあの僕にとっては先ほどの、まああの学生たち頑張れよということ以前にちょっと気になっているぞと。こっち頑張ってほしいんですか逆やつ。<laughs> さっき学生の身勝手に言って学生頑張れと言ってたのにの学生抑えつけとる警察の名前が気に入りましたもんでしかも坪井さん、はい、いつもはこの中国語とか台湾系の言葉の時にはでも、はい、坪井さんは割と忠実に現地の発音でされるのに、はい、ああいやいや言いますチェンパオそれでいいや <laughs> それでいいや何も問題ないはい。はい、ということであの本当 お前台湾のこと気にしているのかとまた言われそう怒られるよそんな気持ちでございます。よま<変>もうそんなことでございます、はい。ダメですね。はい。